ビデオポーカー。ビデオポーカーは、ビデオモニターに表示されたトランプで、ポーカーの役を作るゲームで、ギャンブルを目的とする講義のスロットマシンの一種である。基本的には偶然の結果による、チャンスゲームだが、適正な戦略が存在し、機種や設定によっては、プレイヤーの技量次第で期待値が100%に迫るか、または超えるものもあるため、プロプレイヤーが存在するとも言われている。 日本ではメダルゲームの一ジャンルとしての地位を確立している。風俗第五号営業として運営されるので、借りたメダルを利用して賭けを行うことができるが、獲得したメダルを景品等の有価物と交換することはできない。ビデオポーカーにはルールのバリエーションが多数存在するが、ほとんどのゲームの手順はほぼ同一である。以下は、 一般的なビデオポーカーのプレイ手順である。掛け金を投入し、ディールボタンを謳歌すると、5枚のカードが表向きに表示される。残しておきたいカードを、それに対応するホールドボタンを謳歌して指定する。ドローボタンを謳歌すると、手順2でホールドボタンで指定しなかったカードが消え、その場所に新たなカードが表示される。最終的に画面に表示された5枚のカードで、 所定の役ができていれば、役のランクに応じた配当を受ける。Wikipedia 英語版のリストオ of Videopoker Games には2007年2月現在で55種類のゲームが挙げられているが、このリストには記載漏れか、もしくは意図的に記載していないと思われるケースが散見され、すべての機種を網羅しているとは言えない。しかし、大抵のカジノで見ることができるほど広く普及している。 機種種はは限られており以下はそののような機種の例であるワイルドカードを含むゲームではロイヤルフラッシュの扱いに様々な方法が用いられる。ワイルドカードを含んだエースハイストレートフラッシュをロイヤルフラッシュとして認めるゲームもあれば、ただのストレートフラッシュとしてしか認めないゲームもあり、中にはロイヤルフラッシュとストレートフラッシュの間の特殊な役とするものもある。ペイアウトテーブルに従って、 正しい戦略は常に1位に決定されるが、その戦略は往々にして複雑なものとなる。ここでは、JAXOR ベターにおける指針を述べるにとどめる。パーフェクトストラテジ、セミパーフェクトストラテジなどが数十ドル程度で市販されている。また、いくつかの基本戦略は、ウェブ上で無料で公開されている。反復練習による速度の向上と精度が重要な、ため、 いくつかの練習用ソフトが市販されている。現在、日本国内において稼働しているビデオポーカーマシンには、本来のカジノ向け機器とは異なる。先に結論を決めておいてから、それに当てはまるようなカードを現出させるものが存在する。これは、日本のメダルゲーム機器における法の規制が存在しないため、このような形を取った方が営業的に楽ということが考えられる。また、 違法営業ではあるが、いわゆるポーカー喫茶などの賭博ゲーム上においては、上位役の出現を通常とき禁止しておき、店の人間の遠隔操作によってのみ出現するような機種や設定により、一定額以上の配当を禁止するような機種も存在する。ただし、特定メーカーの機器においては、基本的にナチュラルディールにより、ゲームを進行しており、演出などは、 カード現出が確定した後に演出の可否を抽選する方式をとっているため、上記のような指摘は誤りとなる場合があることにも留意が必要である。ありがとうございます。